さあ、お昼休みを挟みまして、そろそろ第2回戦を開始したいと思います。2回戦の組み合わせはこちら。2回戦第1試合、カンウ対孫権。第2試合、孫策対カコウトン。第3試合、義援対馬超。第4試合、天衣対カコウエンの戦いとなっております。この組み合わせを見てどうですか、お三方。なかなか見どころの多い組み合わせだな。あ、そうね、好敵手同士の対戦が多いわね。ああ、俺としては孫策とカコウトンの対決を楽しみにしている。あの二人って戦時中からの因縁があるもんね。それに武に関しては天武の才を持つ二人の戦いだからな。これを見ずして何を見る。燃えてますね、カダさん。ところでその試合の見どころは。武勇と知略を兼ね備える孫策が勝つか、知は低いが万有勝るカコウトンが勝つかだ。だそうよ、春蘭。カダ、貴様、後でその首すっ飛ばしてやる。さあ、内首確定の人は置いておいて次に行きたいと思います。そうね、みんな面白い戦いになりそうだけど、私が気になってるのはアイシャちゃんとレンファちゃん二人の戦いね。うん、わしも同感じゃ。ほうほう、その心は。ご主人様をめぐる女の戦いって一面よ。二人のガチンコ勝負が見られそう。武勇は古い、好きなおのこのために競う。かように乙女道は険しき道なり。乙女道、言葉の意味は分かんないけど、なんだかすっごく惹かれちゃう。ああ、聖書が入場するようなんで、解説者の話は打ち切ります。というわけで、2回戦第1試合、選手入場。東より、諸君の武神が入場です。大きなお胸に小さな器、ご主人様の焼きもち武神、カンウッチョー。否定できない。対して西より入場するは五の若き王。王道ツンデレにして大きなお尻が悩みどころ、可憐にして優雅な巨乳、五王孫忠坊。誰も尻の大きさなど気にしてないわよ。戦わなきゃ現実と。うるさーい。はい、罵倒入りました。これぞ王道ツンデレというやつでしょうか。とりあえずそんな感じで2回戦第1試合始め。あなたとは一度剣を交えてみたかった。私もよ、アイシャ。武人としても女としても負けたくはないから、全力でやらせてもらいます。当然よ、どちらが勝っても恨みっこはなしにしましょう。武人としても女としてもね。ええ、ではレンファ殿。いや、レンファ参ります。来なさい、アイシャ。カンウンチョウ、マイル。せりゃー。なめるな。
そんな大振りの一撃をこの孫厨房が食らうとでも思ったのか、カウ。今度は私の番よ。せっ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 。私とて王である前は前線の将だったのだ。このぐらいは当然よ。おっと、これは意外です。歴戦の猛者であるはずの関羽が孫権に押されております。このことについて解説の卑弥呼さん、いかがですか。カイナ力の差が歴然なゆえに、ナグよりも素早く繰り出せる月を選択したのは素晴らしき勝利への執着。これはアイシャちゃんもうかうかはしていられないんじゃない。あれだけ素早く月を繰り出されたら体勢を整える暇もないものね。王としての意地なのか、女としての意地なのか、やるな孫厨房。解説のお三方大絶賛の孫厨房さん、このまま関羽に勝って大番狂わせを演じることができるのか。まだまだ。ああ、熱くなりすぎて状況を把握できなくなってるわね、あの子。そうみたいね。まあ、アイシャ相手によくやったと言うべきではなくて。よくやったなんて言葉、何の意味もないわよ。戦も試合も恋愛も、過程が大切なんじゃなくて、結果が全てなんだから。普通ならばそうでしょうけどね。カリンは賛成してくれないの？あなたの言はもっともだと思っているわよ。だけど私たちは普通じゃないもの。言われてみると確かに普通じゃないか、私たち。あいにくと。普通じゃない筆頭がここにいるものね。皆が皆影響されてカズトに染められてしまったのかもね。さあ何をでしょう。そろそろ決着がつきそうね。頑張れば必ず勝てるというわけではない。絶対的な実力差というものは厳然としてあるのよ。そういうこと。ほら、アイシャの反撃が始まるわよ。どうしたカウ、まさか手も足も出ないと言うんじゃないでしょうね。もはやあなたの動きは見切った。次は我が攻撃を受けていただこう。腕力では勝てない。覚悟は良いか、ゴー孫権。でーい。やらせん。両手で支えたぐらいで私の一撃を止められると思っているのなら勝死千万。
負ありですね。負けたわ。はい、今回は私の勝ちです。そうね、今回は私の負けよ。あらら、共有することで同意しちゃったようよ。さあね、そんなこと自分で考えなさいな。一生考えてなさい、バカ。それよりシェレン、次はいよいよあなたの番よ。ええ。シュンランとやり合うのも久しぶりね。言葉が違うんじゃないの？そう？似たようなものでしょ？じゃあ行ってくるわ。カズト、応援しててね。さあ、2回戦第2試合は今大会最高の組み合わせと言っても過言ではありません。高等の小覇王として世にも名高い孫悟の英雄、孫博夫さんの入場です。あー、シェレン様かっこいい。こっち向いて抱いて。えい、そこの実況キャーキャーうるさいぞ。さっさと私の紹介をせんか。ブーブー、シェレン様のご尊顔を堪能してる時に邪魔しないでよ。そんなのいいからさっさとしろ。へい、ほいでは。冒頭の小覇王に対するは義のイノシシ加工丼以上。貴様、それじゃあ早速試合開始。卑怯だぞ。卑怯も何も、すでに試合が始まってるのにボケっとしているあなたが悪いんじゃないの？なんか字が違わないか。違わないわよ。ほらほら、平和が続いてからって腕なまらせてるんじゃないわよ。このままじゃナマスになっちゃうわよ。入ってるわね。あら、シュンランの心配なんて珍しいわね。あれだけ迷惑をかけられておいて。舐めているのはどちらかしら。ギブの体験、その実力を舐めてもらっては困るわよ、カズト。そういう弦が出るということは、まだシュンランのことを舐めているということね。そうよ、ギブの体験の真骨頂、それは武の大きさでも逆境を覆す信念でもない。
その意味を表す言葉はただ一つ、無法天に通ず。見なさい、常識も規定も作法もそのすべてを意に介さないものがどれほどの力を持っているのかを。ほら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 、亀みたいに縮こまってるんじゃないわよ。さっきから防いでばかりだけど、もう後がないってわかってるのかしら。創作戦士の猛攻に加工トン手も足も出ない。押されに押され、加工トンの背後はもはや場外一歩前。さあこの勝負どうなるのか。創作選手が圧倒的勝利を手に入れるのか、加工トンが無様に負けてしまうのか。セレン様頑張れ、イノシシ春蘭なんてぶっ飛ばして。剣筋を見切ったと、そう言ったのだ。あっと、今まで防戦一方だった加工トン選手がなんと孫作選手の攻撃を受け止め、そして力ずくで押し返した。よくも今まで好き勝手やってくれたな。倍にして返してやるから覚悟しろよ、シェリン。ふん、今まで私の剣筋を見極めるために防御に徹してたとでも言うのかしら。そうだ。ふん、さすがギブの体験と褒めてあげればいいのかしら。その笑いは余裕しゃくしゃくってことかしら。いや、シェレンよ、貴様に一つ問うてやろう。この私の獲物、体験に見えるか。見えないわね、結構細身だし。そうだな。だが私はギブの体験と呼ばれている。なぜだか知っているか。そう、どういった言われか興味あるわね。ちょっとさえずってみなさいよ。私の美声で聞かせるよりもその目で確かめさせてやろう。さっきの対戦では使う機会がなかったからな。我が心中に渦巻く陶器、その陶器を吸って七星牙狼は本当の姿となるのだ。何が？さあ、私も初めて聞いたわよ。多分春蘭が何かを思いついたんじゃないかしら。そんなの私が知るわけないわ。試合を見ていればわかることでし
うおな、何それ、なんてデタラメ。これぞギブの体験の真骨頂。我が剣、貴様に受け止められることができるか。ふん、高等の小覇王と呼ばれるこの私を舐めてもらっては困るわね。来い、その息はよし。だが、うおー、我が魂を陶器に変えて生まれ変わった七星牙狼、簡単に止められるとは思うなよ、シェレン。ちょ、何よその剣、なんでそんなに大きくなってるのよ。これこそ剣魂一如。意味わかんないわよ。問答無用、行くぞシェレン。我が陶器、我が魂を研ぎ澄まし、天をも切り裂く剣となす。荘厳苛烈、豪奢千鋭、猛気凛冽、剣戦烈波、七星牙狼、刀刃圧塞。キまだまだ。我が七星牙狼に立てぬものなし。あっと、孫作選手、カコートン選手を一度は防御するものの、耐えきれずに生涯まで吹っ飛んでしまった。どうだシェレン、私の勝ちだぞ。なんてインチキなの。インチキとはなんだ。私の実力というやつだ。実力？前に私と戦った時には出さなかったじゃない。ああ、それはそうだ。その時にはこんな技思いつかなかったからな。ちょっと待って、思いつかなかったってどういうことよ。ん？なに、この技はついさっき思いついた、だから使ってみた、それだけだ。はあ？じゃあギブの体験の言われとかさんざっぱら言ってた話は何よ。ハッタリだ。ハッタ。陶器を使った戦闘術は凪を見て覚えたのだ。で、使った。ああ、忘れてた。あなたが心底バカだってことすっかり忘れていたわ。ああ。なんだと？そもそもさ、思いついたから使ってみたとか、ちょっと頭おかしくない？おかしくない、真っ当だ。どのあたりが真っ当か、その口で説明してみなさいよ、バーカ。私が真っ当だと思っているから真っ当だ。それ以上の説明など無意味。無意味とか、わけわかんないこと言ってんじゃないわよ、生きる非常識。ちょっと待て、その言葉、貴様にだけは言われたくないぞ。なんですって。なんだ、もう一回やってやろうか、シェレン。
見ていて覚えたって。私結構修行したんですけど。やっぱり化け物だ、あの人。はあ。言い得て妙だな。ナギもあまり気にするな。アネジャの部は天賦の祭だ。そんな人間、この世に幾人もおらんよ。というか、いられてもたまらん。あまり慰めになってないです。はい。ちょっとカリン、あんたのところの体験、やっぱり頭おかしいわよ。あんなのに義の精鋭を任せてて大丈夫なの？当然よ。あんな瞬乱だからこそ義武の体験と呼ばれるにふさわしいんだから。それにしてもデタラメすぎ。まあその言葉にはあえて反論しないわ。だけど私から言わせてもらえば、あなただって十分同類だと思うけど。どこが？春蘭ほど非常識じゃないわよ。ねえカズト。どういう意味よ。さあ、先ほどのとんでも試合に続きましては、2回戦第3試合の選手入場です。手に持つ鈍器は鈍細骨。骨を砕く大金棒って意味だけど、そんな主張しなくても見ればわかるっていうの。男勝りな口調なくせに、本当は夢見る乙女なの。いらない子っていうやつはいねが。東より入場するは食の暴れん坊将軍ギエン。我に勝てる者はいるか。ここにいるぞ。おっと、お約束の返しをするのは西から登場する対戦相手。かぶりがちのはずなのに人気があるのは中心近くにいるからか。食のおもらし担当、失禁馬長、ここに現存。誰がおもらし担当だ。はいはい、大丈夫ですよ。控え室に替えの下着がたくさん用意されてますからね。ああ、ありがとう。って誰が使うか。ベタなノリツッコミありがとう。ってわけで、かぶりがち対決試合開始。まったく、何がかぶりがちだ。適当なことを言いやがって。まったくだ。かぶりがちとか言うけど、私はエンヤと違って男勝りのくせに、本当は夢見る乙女なんかじゃない。ただちょっとご主人様の前では恥ずかしい気持ちが強くなるだけだって。ね、同感だ。だろう。って、あれ、エンヤって男嫌いじゃなかったっけか。様の前ではってことだ。あー、はあ、なるほど。そんなことよりスイ、さっさとしようぞ。さあかかってこい。おお、初っ端からやる気だな。そういうの好きだぜ私。張り切ってるね二人。けどご主人様、エンヤちゃんに愛されてるね。
まあ少しは進歩したということじゃろう。子供の頃からエンヤは武の力が際立ちすぎていたからな。友の少ない人生を送っていれば男嫌いにもなるだろうさ。それが親方様と出会ったことで変わった。母親代わりのわしとしては嬉しい限りじゃがな。最近のエンヤちゃん、女の子らしいところも見えるようになったしね。私とご主人様と三人でっていうのがエンヤちゃんの心を変えたのかな。エンヤの獲物は一撃必殺を主眼に置いた鈍器。ということは大振りを誘ってその隙を突くってのが基本路線だな。さすが五虎将の一角を占めるだけの将だ。槍の構えに全く隙がない。しかも水の心情は速度だ。となるとしばらくは防御に徹し隙が出るのを待つか。いや、そんなの私ではないな。我が心情は健康一滴、外周一色。防御なんて飾りだってことが偉いやつには分からんのだ。な、何言った。攻撃は最大の防御なり。いくぞ、せい。でぇー。え、ちょ、いきなりかよ。なんつう重さだ。よくぞ止めた。しかし、まだまだ。何回攻撃されたって私の防御を抜くことなんてできないっての。防御を抜く、そんなやわなことなんぞ考えてはおらん。はあ、壁があったら打ち壊す。防御するならその防御を粉砕する。それが私の武の証明だ。なんつう乱暴な証明だよ。乱暴上等、これが私のやり方だ。くそ、このままじゃ模造品の銀線じゃ持たない。だけど今は好機を待つしかない。今こそ攻撃。ドゥー。この時は待ってたぜ。何、うっしゃれ。間近の馬長選手、義援選手が繰り出した大振りの攻撃を紙一重で避け、逆転の一撃を叩き込んだ。義援選手
膝をついたため秒数読み上げ入ります。いあるさんす。こんなことで終わるわけには。10秒以内に立ち上がることができず、これにて義円選手の敗北が決定しました。くさくさくさ、この私が負けるなんて。負けたことを悔やんでるのか。そんなの気にすることないって。エンヤはすげえ強かった。ドン骸骨の一撃一撃骨身に染みたぜ。今回は私の勝ちだけど、もう一戦やれば結果がどうなるかはわからないって。だからまたやろうぜエンヤ。ああ、次は勝ってみせるさ執勤馬長。おう。微妙に美しいのか美しくないのかわからない友情の握手を交わし、これにて試合が終了。勝者は清涼のおもらしっこ執勤馬長に決定しました。だから誰がおもらしっこだ。おもらしっこが勝ったか。主が黙っていてくれればそれで良いことです。生きるために戦うのならば誰にも負けんと意地を張ってみせるが、太平の世でぶばってみてもそれは私の美学に反しますからな。己の武を磨くのはことのほか楽しいが、それと囚人の中で芸を晒すというのは意味合いが違いますからな。それに参加している皆の勇姿は何者にも代えがたき素晴らしき風景ならば、その勇姿を魚に杯を傾けることこそ我が美学に沿うというものです。真っ昼間から酒が飲みたい。さあ、お次は第2回戦最後の試合。義の妹成分担当、まっすぐな瞳は兄様一筋だけど料理な少しうるさい料理長、この餃子を作ったのは誰だ。悪雷天衣ことルルちゃんだ。あ、ちなみに大陸一の妹成分は数え役マンシスターズのチーホちゃんです。そこは歓声が巻き起こるところでしょうが。大陸一の妹成分の座をルルちゃんに奪われちゃったよなんてへこむと思ったら大間違いよ。チーは打たれ強い子なのです。ってわけで悪雷天衣の対戦相手のご紹介。悪雷天衣に対するは第1回戦で意外と頭脳派なところを知らしめた義の制御棒加工妙才です。なんだか説明が少ない気がするが。資料が少なくてこれ以上は広げられないの。そうか、地味ですまんな。いえいえ、その地味なところにキュンとくる人もたくさんいると思いますよ。それはそれでありがたいが、私としては3人いてくれるだけで十分さ。3人？ガリン様筆頭として、あとはさあな。
さて、ジーホ、試合開始の合図をしてくれ。はい、それでは第2回戦最終試合、開始のドラを鳴らしなさい。さあ、試合おうか、リル。はい、全力尽くして頑張ります。ああ、その気迫に前例を持って答えよう。来い、ルル。行きます。とーりゃー。なんというバカ力でしょう。天意の投擲した電磁ヨーヨーが舞踏場の舞台に穴を開けた。さすが、相変わらずの一撃だ。まともに食らえば終わりだな。まともに食らってなんてくれないくせに、そんなこと言うのずるいですよ。言うようになったな、リル。毎日たくさん鍛錬してますから。それでこそ次世代を担う義の武将。だが私もまだまだ現役だ。そう簡単に負けるつもりはない。はい、全力でやってください。私も全力でぶつかりますから。おお、行くぞルル。加工妙祭渾身の寄付、その力で覆してみせい。2回戦最後の試合が終了し、これにて第2回戦は全て終了となりました。では2回戦を振り返って解説のお三方の意見を聞いてみましょう。解説のお三方どうぞ。うん、4試合とも見事な戦いであった。そうね、あん、私も試合に出たくて筋肉がうずうずしてきちゃったわん。いや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 、あなたが出れば優勝間違いなしなんで、そこは勘弁してください。そんなことないのにぐっしゅん。キモ。それにしても最後の試合はなかなか見応えのある試合だったな。そうね、誰もがシューランちゃんの勝利を疑ってなかったのに、ルルちゃんってば、あそこからよーくひっくり返したわね。先を読まれ、なすすべなく詰みそうならば盤をひっくり返せばよい。至極単純なことではあるが、そこに気づき、さらには実際にひっくり返してみせるとは、さすが悪来の名にふさわしきもののふよ。ああ、舞踏場を破壊してその隙をつくなんて芸当は天意だからこそできたってことだろう。うん、次の試合を思うと、このわしのキュートでフラットな胸がドキドキと高鳴ってくるわい。はいはい、そんなむさい大胸筋を見せつけられても迷惑なんで離れてくださいね。というわけで解説のお三方のお話でした。さて、これにて第2回戦終了。そろそろ天下一品武道会も終わりが近づいてまいりました。次に待つのはどんな波乱か、優勝するのは一体誰なのか。実況も進行もそろそろ飽きてきたけど、とりあえず乞うご期待ってことで、第3回戦はこの後すぐ。